I48 潜水艦は、日本海軍の潜水艦。I16 型潜水艦の8番艦。1941年の昭和17年度計画により、佐世保海軍交渉で1943年6月19日、帰港、12月12日浸水、12月22日に、艦艇類別等級別表に加えられ、1944年9月5日に、竣工した。 横須賀鎮守述席となり、訓練部隊の第6艦隊第11潜水船隊に編入。12月7日、第15潜水隊に編入。翌1945年、大津島に移動。1月9日に大津島を出港し、海天特別攻撃隊として、ウルシい干渉へ向け出港していくのを最後に、消息不明。アメリカ側の記録によると、 1>, 1月21日1930、ウルシー西方沖で紹介中の米飛行艇マリナーが、ウルシーへ向け18ノットで、浮上構想中の潜水艦を発見。同期はこの国籍不明の潜水艦に応答を求めたところ、急速潜航していったためば雷い2発とマーク24電池式音響探知魚雷を投下した。機からの通報を受け、米護衛駆逐艦。 神戸ジアーとコンクリン、ラビーの3隻が差し向けられた。23日0310、ヤップ島、北東15回里地点付近で神戸ジアーのレーダーが、時間から約 9km 離れた海域で交点を示した。その交点は18ノットで動いているようだった。0336、その交点が消えたため、先行した潜水艦であると判断した神ベジアーは、潜水艦を捜索。 その結果、超音が行動中の潜水艦を探知し、ヘッジホックによる攻撃を開始。間もなく、コンクリンとラビーも合流した。3隻で攻撃を続けているうち、潜水艦を見失ってしまう。0902、コーベジアーは、再度潜水艦を探知し、ヘッジホックを投下。0912にも、潜水艦を超音で探知し、ヘッジホックを投下。0934、 コ戸ジアーガサイドヘッジホックを投下してから17秒後、道管から約500メートル離れた位置の深度53メートルの地点で、ヘッジホックが爆発する4.5回の爆発音を、聴取、0936、海中で大爆発音がした。その爆発は激しく、コンクリンの機関と火事が一時使用不能になるほどだった。大きな気泡、ついで重油と潜水艦のものと思われる破片。 日本兵と思われる死体が浮かんできた。コンクリンは浮遊する木の板や木片、コルク片、ニスが塗られた木製の内装品、中身入りの手編みの青いセーターの袖、本、箸を回収した。これが四4 8の最後であり、艦長の登山全新詳細化、開店登乗員4名を含む、上院112名全員戦士。沈没地点は漆、西方十八海里地点付近、 北緯09度55分統計138度17分。北緯9.917度統計138.283度。9.917138.283。1月21日喪失認定。5月10日除籍。館長たちの軍艦誌420ページによる。ありがとうございます。